詩、岡本かの子、朗読、山本真由。晴れた秋の夜は星の瞬きがいつもよりずっとビビッドである。音に月のない夜は星の光が一層燦然として美しい。それらの星々をじっと凝視していると、光の強い大きな星はだんだんとこちらに向かって動いてくるような気がして、怖いような。事実、太陽を後悔しているとき、闇夜の会場の彼方から一点の光がこちらに向かって近づいてくる。何であろうと一心にそれを見守っていると、突然その光の下に黒々とした山のような巨星の姿を見出してびっくりしたことがある。星を見つめていると、何かわからない巨大なものがその星を乗せてこちらに迫ってくるような気がするときもある。そういう錯覚は一種の恐怖にも似て神秘的な楽しさでもある。星の瞬きは太古から人間にいろいろな暗示や空想を与えている。星によって人間の運勢を占うということは古来東西共通に行われたことで、たとえそれに科学的根拠があるにしても、そもそもの初めは太古の人間が精神の運行にいろいろの神秘的な意味を持たせ、それを人間の生活に結びつけてきたものである。星が常に何事かを下界に向けて信号を続けているように明滅したり、時期によって地球から見る人の目にその位置を変えたり、水すましのようにスイスイと天空を流れたり、時には孔雀の尾のように長い尾を引く彗星が現れたりすることなどは、すべて動くものに生命を見出した太古の人にとっては、星もまた一つの生き物であったと思われたらしい。私たちでも星をじっと見つめていると、星が生き物のような気がしてくる。エジプト、アラビア、インドなどの乾燥した土地では天体を非常に近く感じる。それは空中の湿度が低いため、星心の光が一層燦然と輝くからであるという。それだけにそれらの土地の太古の住民は天体の運行に興味を持ち、ちょうど量子が風と雲によって天候を予知するように、星心を観測することによって何かと生活上の便宜を得た。そういうわけで占星術のごときも、エジプト、アラビア、インドなどに一番古く発達したのである。私は東欧の戦中、インド洋で眺めた南十字星の美しさはいつまでも忘れがたい。コバルト色に深く澄み渡った南の空に、大粒の宝玉のようにさんさんと光り輝く十字星は天空いっぱいに散乱する群星を足していた。スエズで一旦船を降りて夜中自動車でエジプトの首都カイロに向かった時、高額たるアラビア砂漠の中で眺めた星もまた美しかった。インド洋上といい、アラビア砂漠の中といい、私は星を仰ぎ見るたびに古代の人の心に立ち返ってみるのであった。今日のように機械の発達しない太古の人たちは、インド洋やアラビア砂漠を往来するのに星を唯一の羅針とした。昔も今も変わりなく燦然と輝くあの南十字星がそんな役割を務めたかと思うと、ただ単に美しいと鑑賞するだけでは済まないようにさえ思う。エジプトでは紀元前4241年に
すでに暦が存在したという。そして当時のエジプト人が1年を365日に分けていたこともまた一つの脅威に値することである。こうした事実は古代エジプト人の天体の運行に関する知識から生まれたものであって、テーベにある紀元前1300年頃のエジプト王セテイ一世の墳墓の天井には星座の図が書いてあるのを見てもわかる。さらにセテイ一世より50年ばかり後のラムセス2世の墓にも星を描いた壁画がある。この2つの絵を見ると星は人間や鳥獣をもって象徴されていて、それらの鳥獣も首から下は人間の体をしている。そして一番偉い星は天王星で、これは完全な人間の姿をもって表され、王冠をいただき尺を手にしている。面白いことには群星は素足でいるが、主だった星は古代エジプト独特のマルキムネになっている。古代エジプト人は地球の裏には魔物の住んでいる暗黒の大海があって、太陽は東から西へと一日の行程が終わると、この地球の裏の魔界を夜間船で渡って、翌朝までにまた元の東に帰るのだと信じていたというから察するに、星もまた太陽と同様に船で暗黒の海を渡ると考えられたのかもしれない。星を鳥獣で象徴したのは、鷹を太陽の化身と考えたのと同じ意味からかもしれない。満天に散在する星の一群を綴り合わせて、いろいろな形を想像してできたのが星座である。星座は人間の知的空想の産物であって、いかにたくさんの星が天にあるからといっても、それらが精密な物体を形作るほどたくさんあるわけではなく、いくつか点在する星と星との間に人間が勝手な空想の線を描いて、あるものは白鳥をかたどり、あるものは獅子にかたどったりしたのである。したがって星座の数も作ろうと思えばいくらでも再現なくできたはずで、19世紀頃には知られているものだけでも190の大きに達したという。それがだんだん整理されて、現在では88星座が公認されている。古代から伝わる星座の名称を調べてみると、昔の星座の名の方がなんとなく素敵で、例えばその中には牛飼い、冠、琴、白鳥、乙女というようなロマンチックなものから、狼、大熊、小熊、海蛇などの恐ろしい動物に見立てたものまであるが、18世紀以後の星座名は八分儀、定規、望遠鏡、計器球、流骨など機械が多いのは、文明の変遷が人間の空想の範囲にまで侵入していて面白い。私はエジプトに旅をした時、一夜首都カイロから自動車でギゼのピラミッドを訪れた。それはちょうど日本の秋を思わせるような涼しい星月夜だった。ラクダに乗ってピラミッドの周辺を商用してのカエルさん立ち寄ったホテルの土台の統一に待たれて、私はエジプトの空に輝く星々を心ゆくまで眺めることができた。日本などでは到底肉眼では見ることのできない星が小さいながらもはっきり輝いている。黒々と屹立するピラミッドの頂点あたりにひときわ大きく光っていたのは、古代エジプト人が一番尊敬した天王星でもあろうか。エジプトでは4年に一度天王星が日の出と同時に現れるので、こうした天文現象の文献が
古代エジプトの年代を計算する一助となっているということである。私はエジプトの星空を眺めながら、私の知っている限りの星座の名を思い出して、それを探し求めた。しかし、星座図が手元になかったのでは、はっきり見極めがつかなかったが、どうやらそれらしいものをいくつか発見することができた。だがそれよりも、私は自分で星と星との間に勝手な線を描いて、自分の好むままの空想図を組み立ててみることの方が一層楽しかった。東京のルシタクの判別図を描くことも、日本からエジプトまで来た私の足跡を地図に描くこともできた。星を眺めていると、星と語った古代人の知人な気持ちが自分にも見出されるような気がする。秋の晴れた夜、私は星と語りによく家の屋上に登っている。北の空には飛尺の形をした北斗七星が、その飛尺の絵を東に向けて横たわっている。それと少し離れて北極星がひときわ鮮やかに輝いている。他の星がことごとく夜ごとに少しずつ位置を変えていくのに、北極星だけはいつも同じ位置にいる。地軸の北端の真上にある北極星は子熊星座の主星である。この星座の形が子熊を連想させるとは私にはどうしても受け取れないが、子熊という名はいかにも北極の星らしく、その放出までが発光を帯びているようである。北極星を眺めていると、海辺から帰るウガラスが1羽2羽寂しい鳴き声を立てながら星空をかすめせる。地上にはススキの葉が夜面にも白く風になびいている。秋の夜の星空は四季を通じて一番私たちに親しく懐かしく感じられる。Thank you.